ヘリー土屋の車の話。テリー土屋の車の話始まりました、はい、土屋さんね、はい、先日ね、はい、あのカーブザイヤーのありますよね、テンベスト、はいはいはい、あれで姉崎のですねあのコースを走ったんですよ、うん、まあ、10代のね、まあ、そのことテンベスト選んだんですけども、そこで86に乗ったんですよ。おものすごくいいですね。いい、めっちゃいい、ね、びっくりする。いや僕の車の運転あんまうまくないからどうかなと思ったんですけども、コーナーなんかものすごく良くて、すんごい安定してるし、しっとりしてる、うん、ね、質感が高い。そうですよ ね、であれ300万円ぐらいで買えるんでしょ。300万です。あれ土屋さんに頼むと、はい、半額ぐらいになるんですか。なんないです。なんないですか、はい、なんだ今日せっかくだなると思って来たんですけども、ね、止めてよなんないなんないですよな、だってさごねちゃダメですよテリーさん。なんとかなるでしょ俺トヨタのディーラーじゃないですからダメ、なんとかしてよ。すいません、先行きましょう、はい、行きましょう、はい。ではですね、まずサンオータスさんがどういう会社なのかご紹介いたします、はい、設立70年を超える神奈川県に密着した会社でいらっしゃいます。で主にジープ、プジョーの輸入車販売、レンタカー事業、ガソリンスタンド経営などのエネルギー事業、車検事業やモビリティ、保険など車に関するあらゆる事業を展開されているとそういう会社でございます。で今回はですね、サンオータスさんの事業の中から車検にフューチャーしてお話を聞いていこうと思っております。はい、でですね、はい、なのでここからはですね、実際に車検作業を受け持つカーエンジニアリング部の山本課長にも参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さん実直症のね。そうですねねえ、何でも外観から入りますね、人を見たら。人をね、表面識も言いませんからね、私は。まず外側から。外側から入っていくタイプですもんね。上っ面ですから。ありがとうございます。まずは、はい、そもそもその車検というものについて、少し簡単にお話しいただければと思います。はい、そもそも車検自体は、まあ、車が公道を走るために、しっかり法令に基づいた保安基準というものにですね、適合しているかどうかを検査するための国の法律で決められた車検の検査になっております、うん、車検はでももうお二人はかなりもちろん詳しいものですよ、ま、詳しいですけど車検ってピンキリあるんですよ。店によって値段が違うっていうね、あ、まあ、民間車検とね、はい、ちゃんとディーラー車検とかいろいろあるし、いろいろありますよね、うん、はい。まあ、どのぐらい車検についてお二人が詳しいのかなっていうのを聞いていきたいなと思うんですけど、あれ、はい、今度はもうね、土屋さん暴走族とか多分分かんないと思いますよ。言い方言い方今度はね、はい、テリーさんの方がもしかしたら詳しいかもしれませんけど、さあそれではですね、はい、3台、クイズを出題いたします、はい、テレビの前の皆さんもぜひ挑戦してみてください、はい、ダッシュボードに物は置いていいのか。 OKA 置いてはいけない、 B 2個までだったら置いていい、 C いくつでも別に置いていいですよという、この A、B、C 果たしてどれか。おーテリーさん、おー、これもう目が光ってます、はい、これ A ですよ。おテリーさんは置いてはいけない、 C でしょ。じゃあいくつ、もうちょっと笑っちゃった、はい、何だ、 C じゃないと思いますよ私。 A ですよさすがに私も C じゃないと思いますよ。退場ですよ退場これどう考えたって A です。いやだって結構女の子なんかこういろんな置物置いてるじゃない、うん、運転席とかに。あれめっちゃ可愛いじゃない。あれダメです、あれダメなの。ダメだと思いますよ私。置いてる人たまにいますけれども、うん、いるでしょ。こちら A 置いてはいけないんです。当たり前ですよ当たり前ですよ。ボーリングの球置いていいわけじゃないじゃん。ねえ、そんなもの転がっていけるの。いやだ、どこ。え、だけど置物いっぱい置いてる子いるじゃない、女の子。あれ基本的にダメですよね。そうですね、車検時に関しては車両をですね、車検の検査時車両状態という状態に、車検の検査を受けられる状態にしなければならないので、うん、検査の基準として前方の視界を妨げるものに関してはダッシュパネルに置けないことになっております。そうですよ、うん、
何その自慢げな。いやいや何なのこれは。これは誰だって分かるじゃないですか。 C じゃないなと思いましたよ。ねえ絶対 C ではなかろうと思いました。なんでさテリーさんの味方ばっかりするわけ。だって2個までってあまりにも矛盾があるじゃないですか。2個だといい、2個だといいじゃない。端と端だから別に。だって端と端にボーリングの食べたらどうしよう。ダメでしょ。ダメ、ね、ボーリングはどっちにしたってダメです。あそうですか。車を改造した際に、全長は車検証記載数値よりその高さ、前高はプラスマイナス4センチ、前長はプラスマイナス2センチ、うん、全幅、幅ですね、何センチまで変えてもいいでしょうかという問題です。 A は2センチ、B は6センチ、C は変えてはいけないという A、B、C。 これは C でしょ。プラスマイナスってことですよ。おー、テリーさんは変えてはいけない。幅は変えちゃいけない。おー、うんうんうん、まあ、素人の考え方ですよね。土屋さんは、ね、何ですか。やっぱ我々は、はいはい、東京オートサロンとか、うん、大阪オートメッセに出店してる側です。ああ、なるほど。任しといてくださいよ、はい、バッチリですよこれ。何センチ。何センチ。2センチですよ。あ、そう、はい、プラスマイナス2センチ。2センチまではオーバーフェンダーつけても OK なんですよね、うん、はい、あ、そうなんだ。ということで答え出てしまいましたがこちらです。ダメだ、一人で答えちゃう。答えさせないと、大さんに。すぐ答え答えちゃう。そうだよね、うん、はい、正解はですね、プラスマイナス2センチということなんですよね。はい、はい、そうですね。これ結構アバウトですよね。そうですね、まあ、あのアバウトになっている理由っていうのが、うん、その国から定められた部品っていうのがこういくつもありまして、うん、まあ、高さでいうとよくスノーボードとかスキーキャリア、あのスキーを積むキャリア、スノーキャリア、あれはいいんですか。あれは国が指定している指定部品という部品になるので、はい、あれに関しては取り付けても高さが変わることに関しては車検は OK になりますね。あ、そうなんだ、はい、じゃあ幅だっていいじゃないね。幅もそのやっぱ決められている部品があるんですけど、まあ、普通の車でこうよく見るとよく見るのは窓のここにこうバイザーがついてる車とかあると思うんですけど、はい、ああいうバイザーに関しては取り付けてもし幅が変わってしまったとしても国の指定部品というものになっているので、うん、あれは取り付けても OK なの。それはいいの。あ、だから分かった。あのこうバイザーあるでしょ、雨よけ、うん、はい、あれの幅までオーバーフェンダーは OK ってことだよね。そういうことになりますね。うん、あ、それが2センチなんだ。そう、それが左右合わせて2センチ、片側1センチずつという。僕ね、はい、モーガンに乗ってるんですよ。で、モーガンのスポークってあるじゃないですか、はい、スポーク買った時には出てたんですよ、うん、で、僕もうそれこそ20年ぐらいモーガン持ってるんですけども、と今はこれ車検通らないって思ったんですよ。なんでなんで。そういうのってあるんですか。あの各陸運支局によって、まあ、検査員がいるんですけども、うん、その検査員、まあ、基本的にその検査員判断という形で、うん、まあ、検査員の方が責任を持って、うん、その車両を検査を OK にするダメにするっていう判断を検査員に任されているので、うん、これ、いや違う違う、しっかり法令に基づいてですね、うん、なんかありますよね。そうですね、中にはこれやっぱ劣化で最初の車両の状態より変わってしまってるとかっていうものもやっぱり中にはあるので、うん、そういったものに関してはしっかり測定し直して検査をしなければならないということですね。別の僕車検場持ってったら OK だったんですよ。別に悪いわけじゃないですよ、ちゃんと。いや、そんなことない、普通にやってませんよ。だからそんな感じで、あ、そういうのがあったんだ、ね、ズバリ車高は地上から何センチ以上でないといけないでしょうか。車高ってのはここですよね、ここボディだよね、はい、何センチぐらいなんだろう。あ、何センチ、まあ、美しいのはノーマルから15ミリ落とすのが美しいよね。15ミリから20ミリ、うん、でも最初から低い車あるじゃないですか。ああ、メルセデスの AMG とか。いや、もっと言うと M3 とかロータス7とか。ああ、低い、ええ、そうですね、はい、ケーターハムとかだと、もう、はい、もうこうやって言うと触れるじゃないですか。はいはいはい。そうするとあの時点でもう地上までこのぐらいしかないですよね。だからああいうのはどうなるんですか。全部その車種によって違うじゃないですか、最低地上高って、はい。一般的にはですね、15センチぐらい、最低地上高、地面からの高さに関しては一般的には9センチという。なんでここで直接答えをなんかもうカンニングみたいに聞こうとするんですか。そうなんです、答えはですね、一応まあ9センチと、9センチ以上ですよというふうになってるんですけど、うん、それを聞いた上でどうぞ、あのもう思いの丈を。正解は9センチ。そうです。ということは9センチです。ロータスのあのスーパーセブンは OK ってことですよね。もう最初は低いですね。そうですね。あれ、トーミリ以上ですよね。はい。9センチっていうのをどうやって決めたんでしょう。
この9センチ、まあ、あの基準としては9センチなんですけど、はい、逆に9センチより低い車もやっぱり世の中出回っているんですね、はい、その車もやっぱ車両によって、車両の構造によって、まあ、一応計算式がしっかりあるんですけども、そういったものに合わせて測定した平均が一応9センチ以上ということです。あの車高調でね、はい、低くできるじゃないですか、うん、それこそね、変なコンビニのなんかね、路肩も入れないような車ってそれとああいう車っていうのは、あれ今日はなるんですか。まあ、不正改造車、まあ、正直言うとまあ世の中不正改造車やっぱりあるような状況なので、それを正していくのが今で私たち車検の専門家になりますので。でもその車高調でね、はい、普段は例えば3センチぐらいで走ってるんだけど、その時だけ上げておくことはできるじゃないですか。それでも OK なんです。車検をしっかりやるときには、今3センチしかないものをしっかり9センチまで上げる、まあ、上げ調整できるものがついているので、はい、しっかり調整させていただいて、その状態でお客様にお返しするという形ですね。あくまでも法令が基準になってきます。なるほどね、はい、いかがですかこの車検クイズ。難しかったいや面白い面白い面白いですけど、ね、だって普通に分かんないもん俺らも。そうですね、意外と本当に土屋さんが分かんないものがあるんだって思って私ちょっとびっくりしちゃう。もう改造王だからもうノーマルで乗るのが嫌いなんだから、もうノーマル大嫌い限界にチャレンジされるんですどうしようもない男だねノーマル大嫌いって言うの、もうそれ時点でダメだよねいるのが好きなんです、はい、ではですね、ここからはサンオータスさんの車検事業について聞いていきたいと思います。環境車検という車検を行ってらっしゃるということなんですが。何それ、ご存知ですか。知らない。環境車検、わかんない。そんなこともあるんですか。はい、漢字はわかりますよね、環境車検、はい、ね、バカにしてないそれ違う音だけで言うとわかんないかなって今一応思って環境ぐらいわかるよ、音だけで言うとわかんないかなと思って、わかんないと思ったんですよ、土屋さんだからじゃあ、あの、どういうことなのかをガンガン言った方がいいですよ、もういただけますか。はい、私たちの環境車検というお店では、その通常の車検にプラスでエンジンの内部洗浄というものをセットにした車検を行っております。なんか高そうだよねって思いますね、はい、そんなんでもないんです。エンジンの内部洗浄って何ですか。エンジンの中って本来こう分解、オーバーホールっていうとエンジンを分解しないとやっぱ清掃ってできないんですけども、それを分解せずに私どもで専用の機械を使ってガソリンが通る燃料タンク、まあ、ガソリン、本来ガソリン入れられると思うんですけど、はい、ガソリンがもちろんエンジンに送り込まれて、それが爆発してエンジンが動いてる、その爆発してるところに対して洗浄剤を送り込んであって、はい、内部をクリーニングしてあげる作業。それって普通の車検プラス洗浄剤っていくら、いくらなんですか。洗浄自体は通常の車検が、もし通常の車検仮にじゃあ5万円だとしたら、はい、洗浄剤が入るとだいたい1万円しないぐらい。でプラス1万円でできるってことですか。そうですね、感覚的にはそのぐらいで見ていただいて。じゃあいいですね。で、それいいじゃないですか、うん、まだ。いや本当に綺麗になるんだ。土屋さんはほらね、レーサーだから、そのなんか洗浄とかっていうのを、まあ、身近に感じるかもわかんないけど、はい、一般のさ、まあ、僕なんかはまずエンジンを洗うっていう感覚があんまりよくわからないですよね。だからでそれが1万円でできて、はい、当たり前ですけど、まあ、心臓みたいなもんじゃないですか、エンジンって、ね、だからそれをね常にね綺麗にするっていうのは車のためにいいね。そうですね、まあ、人間では本当に血管と血を変えていくみたいなもんですもんね。そうですね、その中には血管も詰まると人間大変じゃないですか。車もやっぱガソリンの上に詰まると大変なんですよ、うん、燃費ってちなみにどのぐらい良くなるんですか。燃費はですね、大体ガソリン車で平均 8% から 10% 改善されるという試験結果が出てきて、じゃあリッター10キロぐらい走ってるのが11キロぐらい。そうですね、11キロ、12キロになることがある。おお、でも大きいね、うん、いやでかいですよこれ。それってどれぐらい持つの、また洗うまで。洗浄の期間としては、まあ、ちょっとお客様によってやっぱ乗る距離数というのは個人個人違いますので、洗浄中の目安としてはやっぱ車検ごと2年間に一度どっかの必ずタイミングで洗浄を繰り返してあげる。やっぱ定期的にやってることやって定期的にやっていただくことがやっぱり一番なんで。いいね。終わりではそのエンジンをその新しく洗った状態にしたものと洗う前の状態とでは何か乗っていて何か感じる違いってあるんですか。まあ、まず乗っていった時にその加速の仕方だったりとか、やっぱオーナーさんでもずっと自分の車乗ってるのに、逆に僕たちだといつもその車乗ってないんで感覚的なものはやっぱり分からないんですね。数値として証明することはできるんですけど、ドライバーさんが乗ってて本当にもうアクセル踏んだらスッと加速するような、アクセルレスポンスがやっぱり軽くなるっていうところが一番ユーザー様には人気になってますね。例えば時間はどれくらいかかるんですか。
洗浄時間自体は大体30分から40分ぐらいに、まあ、いつも車検の時にお預かりさせていただいてやってるんで、本当に車検の作業の中の一環としてやるような形で、今日ねやってみたいよね。そうですね、なのでせっかくなので、はい、今日はせっかく来てるんだからやってもらいます。違いをやってみようかなと思います。ああいいね、はい、ぜひ体感していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速乗っていきたいと思うんですけれども、はいはい、カーエンジニアリング部のアディカリさんでございます。よろしくお願いいたします。カーエンジニアリング部のアディカリと申します。真面目ですね、アディカリさん。よろしくお願いいたします。日本に来てもう何年ですか？もう17年になります、ね、奥さんは日本人なんですか？そうですよね、モテそうですよね。そうでしょ、ミスターアディカリ、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、11万キロ乗ってる。そうなんですよ、 FT86 で。まあ、レースの場合だとエンジンばらして全部洗いますけど、はい、一般の場合は洗浄剤を入れるんですよね。そうです ね、はい、やっぱり車走りますと燃料燃やして走ってますので、うん、そこに不完全燃焼による、うん、やるカーボンという物質をですね、うん、エンジンの中に残ってしまうんですね。あ、まあ、そういったところを取り除いて本来の性能、エンジンの本来の性能にですね、うん、取り戻すっていう作業になります。もう日本語は完璧ですよね。本当に十何年もいるんだから。デーブ・スペクターよりよっぽど上手いですね。ひどいこと言わない。で早速乗ってみましょうか。そうですね、違いが分かるかということですけども、はい、じゃあ11万キロ、はい、カスだらけのエンジン乗ってみましょう。まず1回は、はい、ちょっと行ってきます。カーボンだらけっていうのも変ですけど、うん、まず乗ってみましょうか。いいですかこれ。私は分かんないですよ。私は分かんないですよ。です横にいただけですから、はい、聞くのもあれですけど、土屋さん、はい、どうなの？どうですか？いや、まあ、11万キロ乗ったエンジンですから、うんうん、こんなもんかなっていう、うん、なるほど、うん、なんかこう踏んだ感じとかもまあこんなもんかな。そう別に噛むなく不可もなく、うん、なるほど。やっぱこれですと、はい、それから回転数2500ぐらいでしたか、ね、そうですね、上げても4000なんで、うんうん、だから本当だったらサーキットでブーンとこうレッドゾーンまで回した時に、うん、カーボンがいっぱい溜まってると上が重くなるエンジン。なるほど。だからそういう、まあやってみましょうよ。ね、やってみよう。とりあえずそれじゃね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。洗浄の方をじゃあ、ぜひ、アディカリさんよろしくお願いします。はい、その。さあ、それでは洗浄終わりました、はい。燃料ラインをきれいにしたものがどう違いが出るのか、うん、ちょっと体感していただきたいと思います。はい、じゃあ、土屋さん、行ってみますか。行ってみましょうか。行きましょうか。行きましょう。ちょっと、ちょっと。長い距離ちょっと走ってみましょう。そうですね、はい、それがいいです。はい、行きます。はい、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。あ、厳しいなっていう。今日高速でそう以上の世田谷から。か軽いような気がする。軽いような気がする。軽いような気がする。なんかとこう滑らかにいってんのかな。これサーキット走ったらはっきり分かります。そうですよね、はい、こういうところだと分かりにくいよね。気がするぐらいですね。そうだよね、はい、でもこれでね、それこそ車検の間2年間、はい、まあ、気持ちよくなるだったらいいよね、うん、なんかこれそれこそなんだろうな。いや、だってこのフラッシングで1万円弱だったら、うん、まあいいかって感じで。いや、そうですよね、え、今まで乗って、うん、ガソリンタンクに電化剤入れて、うん、一緒に燃やしてきれいにするって、これは全く違うシステムじゃないですか、うん、燃料ホースにつないで、うん、燃料できれいにしてるわけじゃないですか、うん、今までオイルも抜かなきゃいけなかった、うん、それやる必要ないですもんね。そうですね。あとあれですよね、それをさっきほど言われてた 10% ぐらいね、燃費が良くなるっていうと、はい、1万ぐらいすぐ元取れちゃうっていうね、うん、なんかそんな、いや本当そうですよこれ、うん、そんな感じだよな。もうなんか軽く吹けるような気がする。気がする。気がする。いやでもね、それ気がするのも大事だよね。はい。これはちょっとサーキットで比較してみたいですね。ああそうだよね。うん、なんかエンジンが軽く回ってるような気がする。これだからマイカーだと分かるかもしれないですね、普段乗ってるから。そうですよね。ね。ああ、柑橘がいっぱいいる。はい。今回の収録に協力してくれたのは埼玉県坂戸市の車
車屋さん、アヘッドさんです。はい、まあ、中古車はもちろん、うん、新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。おいいね。はい、そういう店なんで、はい、まあ、車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。いかがでしたか。どうでした。あのね、うん、あの率直な意見でいいですか。はい、ガソリン添加剤と似てるのかな、うん、なんとなくエンジンが軽く回ってるような気がする、うん、やっぱこんな40キロぐらいだと本当わかんないんで、うん、まあそうね、これサーキットでこう全開でレッドゾーンまで回した時にその比較がわかると思う、うん、でエンジンの添加剤もそうじゃないですか、ガソリンに入れて。そう、まあ、そうですね。ああいう感じですね。なるほど、軽く回るような気がするんです、うん、はいはいはい。もうでもなんか回転違う違うっていうのは言ってましたよね、はい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 、ありがとうございます、まあね、まあ、非常にまあそういった部分であのちょっとしかあの今走行できなかったんですけれども、あの体感できて、いただいたっていうのは私たちは非常に誇りに持ってますので、ありがとうございます。1万円弱でできるって割とね、はい、気軽にできるよね、車検の時に出してエンジンもきれいにしといてっていう、はい、本当だよ。1万弱でこれはいいと思います。いいですね。なんかこれって正直ガソリンスタンドにやるといいなと思って。本当ですよ ね、 ね、そしたらなんかね、洗車の後にやれば30分でできるからさ、うん、車好きはね、別に車検関係なくやっていけるもんね。だって事業としてはガソリンスタンドもやってるわけでしょ、はい、そうです。そうですね、そういうところでやってるんですか、ね、あのそこでやっぱりガソリンスタンドですとこの燃料配管を外すので嫌うところもありまして、相棒法の問題ありますので、うん、そこであの集約した車検はですね、車検工場の方で同じ作業をやってます。そうか、そういう問題もあるんだ。藤さん、いかがですか。いやでも、もういいですよね、こうやって知識を得るってことは。だって知らなかったもんね。そうですよね。土屋さんみたいなプロは知らなかったんだよ。ガソリン添加剤でエンジンの中をきれいにするっていうのしか知らなかった、うん、そうですよね。こんなこともあるんだね、うん、これによってね、車の寿命が伸びるんだったら、うん、特にね、古い車もいいと思うんですよ、ね、ヴィンテージカーなんかね、うん、あとほら5万キロとか10万キロ以上乗ってる車は絶対やった方がいい、うん、そうですよね。あと長く乗らない人いるじゃないですか、はいはい、ね、例えば1年ぐらいほとんど乗らないとかって、そういうなんかもこれやることによってエンジンがもう一回活性化されるから、うん、いいと思いますね、はい、これはありです、うん、はい、ありがとうございます。だって燃費良くなるよね。燃費良くなります。あの燃費良くなるっていうのは、まあ、そのまま乗っていくと性能的に下がっていきますので、落ちた燃費を回復させる、あ、そういうことになりますね。そうだよね。いや、これはありです。よかったですね。いろいろ教えていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日お時間にいただきまして。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。